元気ですか？元気があれば何でもできる実況アナウンサーの鍵野孝彦です。今回はですね、ジム・ダーズさん、この方にインタビューしました。どうして合気道に魅了されたのか、どうしてまた養心館に入ったのか、どうしてまた安藤先生の内弟子になったのか、そしてどうしてまたプロになったのか、そのあたりの模様を実際にインタビューしてますんで、ぜひお楽しみにご覧いただきたいと思います。それではお届けします。どうぞ。ということでですね、今日は、ジムさんの道場に、来ました。どうもありがとうございました。まずジムさん、はい、合気道を始めたきっかけ、これからちょっと教えてもらえますか。はい、わかりました。まあ、カナダ、出身はカナダです、ね。うん、オンタリオ州の一番南の町、その小さいの市、ウィンザー、うん、あのところ、まあ、結構空手とか武道、柔道、合気道の道場たくさんありました。うん、特に養心館合気道の道場、まあ、講談社の先生いっぱいいました、ね。だからお父さんが昔からいろいろ武道の興味を持って、私と弟、まあ、空手、小学生の時空手やらせたけど、なんか合わなかったから、まあ、15歳の時、1991年、だから家の近くの体育館で、まあ、養心館合気道やってる、だからお父さんが弟と連れて行って、まあ、ファミリークラスに体験して、その後すぐ3人入門しました。カナダは合気道よりも養心館の方が盛んだったんですか。まあ、オンタリオ州はそうですね、多分50、60年前から、まあ、近くのアメリカのミシガン州とオンタリオ州も結構養心館のブームがありました、うんうんうん。そして1990年、まあ、第1回の世界大会も世界から、まあ、ゴーゾシオル先生、アンド先生も一緒に来ました。もうトロント市で大きな大会ありました、うん。そのセミナーの中でシオル先生、また私の家の近くの道場に来て、うん、セミナーやってくれました、うん。だ、まあ、あのおかげでさらに養心館の、まあ、合気道のブームがアップしました。どんなイメージでした、最初は見た時に。いや、その時15歳でしたのでよく分からなかったけど、うん、父が、まあ、喜んでるから、まあ、とりあえず、まあ、やってみようかな、うん。そう、まあ、15歳だから、まあ、いろいろ趣味あった、友達と遊びたかった、うん。まあ、そこまで最初興味はなかったですね。でも、まあ、3年4年経って茶帯になったところ、少しずつ、まあ、気温の形が分かってきましたので、少しずつ面白くなってきました。そこから、まあ、私一人で週1回のペースから2回、3回、4回、まあ、さらに、まあ、ペースアップしました、うん。なぜまた日本に行くことになったんですか。そうですね、まあ、黒帯、まあ、10年かかりました、黒帯ですね、うん。それを一つの海外と多分日本の大きな違いは、まあ、日本の頑張ればだいたい3年間で黒帯、まあ、取ることができますけど、うん、海外であれは結構大きな、まあ、マイルストーン、大きなポイントね、うん、黒帯ですね、うん。だ10年かかりました。私は逆に早い方でした。でも、まあ、黒帯取ったら、まあ、先輩の方と先生方とあちこちの、まあ、近くの道場で稽古に行ったり、まあ、そのインターナショナルセミナーも参加したり、まあ、ちょっと少しずつ、まあ、ハマってきました。でも日本は別に行くも予定はなかったけど、いろいろハプニングがありました、うん。まあ、それ長くなるから、まあ、とりあえずいろいろハプニングがありました、うん。それ、まあ、ピンチはチャンスと思いましたので、うん、まあ、スーツケース1つ18万円で、まあ、特にノープランで、まあ、日本に来ました。その時はいくつだったんですか。その時27歳、28歳になったばかりです。はい、で1年間、はい。だから、まあ、まあ、日本来る前にカナダの先生と1回相談した、うん。まあ、浦安市にあるの合気道流の安藤恒雄先生、うん、もおすすめしましたが、うん、私がまだ日本何も分からなかったから、うん、いきなり浦安市、なんかディズニー以外はなんか仕事できるかどうかちょっと不安ありましたので、うん、まず、まあ、東京、うん、ちょっと行った方がいいかなと思いましたので、まず、まあ、その時落合にあったの、うん、養心館合気道本部道場、その時まだ、まあ、実力持ってるの有名な先生がいっぱい、うん、まあ、井上先生とか千里先生、まあ、たくさんの、まあ、上手い先生がいましたので、まず本部道場に、まあ、入門しました、うん。そこから、まあ、半年後かな、ちょっと落ち着いたらやっと
まあ、安藤先生の稽古、まあ、影野さんの参加しているのを研修クラス、うん、参加に行きました。でもやっぱり印象はもう素晴らしかった。もう全然違ったね、うん、まあ、本部道場は悪くなかったけど、まあ、安藤先生の見せ方とかその、まあ、言葉は分からなくてもその指導法がものすごく分かりやすかったですね、うん、でもそれより、まあ、安藤先生の、まあ、アイキルの愛を感じた、うん、だその雰囲気はちょっと全然違うだったね、うん、あと弟子たちとか、うん、その会員がみんなうまかった、うん、だからそれ見てやっぱりもうちょっと竜に釣らないといけないと思いましたね。それで移ったんですか。まあ、そこからまだ東京の方にちょっとアルバイトありましたので、1年ぐらいで、まあ、両方の道場通って、ね、まあ、2年目で竜の特別コース、うん、まあ、昔1年のコースありました、うん、それは参加して、うん、あのコースは今までも週2回のみ、その水曜日と金曜日、うん、けど私はもうちょっと結構やりたかっただから何かできないでしょうか、ちょっと1回相談して、うんうん、まあ、特別にあの年だけ火曜日と木曜日もちょっと指導してくれました、うん、でも火曜日の木曜日の参加者は私ともう一人しかいなかった。水曜日と金曜日は10人ぐらいいました、うん、けど火木は2人のみ、あともう一人の方よく休んだから、ちょっと火曜日のクラス、特に火曜日クラスでもう月1回ぐらい安藤師範とマントマンのもう結構ありました。もうものすごくラッキーでした、うん、ね、あの特別コースの途中から、まあ、12月末ですね、これは、まあ、多分この個人指導が面倒くさくなったかどうか、でも、まあ、安藤先生が、まあ、ジンマ内弟子に、まあ、やってみないか、どうでしょうかとか、でもその時あんまり考えてない内弟子が何やってるよく分からなかった、うん、あと、まあ、3ヶ月後あとはカナダに帰る予定でしたが、うんうん、まあ、これはなかなかできないチャンスですね、うん、その特に、まあ、外人の方はうち弟子になかなかならないから、うん、まあ、一応押す言いましたですね、うん、1年のつもりが伸びたんですね結局ね。そうですね、もう日本本当は、まあ、ウォーキングホリデービザで、まあ、半年か1年間だけで、まあ、合宿みたいでやってすぐカナダに帰るつもりでしたが、うん、もう今もう19年目になりました。その時お仕事何かやってたんですか。日本来る前ですか、うん、日本に来て、あ、日本に来て、まあ、すぐ、まあ、英会話の先生、マンツマンのレッスンとか、うんうんうん、ちょっとバーで働いた、いろいろやりました最近。内弟子になります。で今度内弟子になって、はい、まあ、合気道漬けになるわけですよね、はい、何年間ぐらいやったんですか。内弟子のフルの内弟子生活は、まあ、9年3ヶ月やりました、はい、どうでしたか。いやもういろいろもう大変なこともありましたけど、今考えると全てもありがたいことでしたね、まあ、特にやっぱり言葉ですね。その、まあ、すぐカナダに帰る予定だっただからもう全然勉強してないですね、うん、だでも内弟子になってもう会員はもう 99% 日本人ですので、うん、まあ、このまままずいと思ってた、だから少し勉強しました。けど勉強してもすぐ上手くなるわけないですので、うんうん、ちょっと最初の2年3年もちょっと大変でした、まあ、普通のことも大変けど特に、まあ、安藤師範の受け取るとき、まあ、日本人は多分、まあ、分からないけどその、まあ、指導の中であの言葉のヒントがいっぱい入りますですね、うんうん、だから例えば先生が、まあ、軽くゆっくりで打った場合、うん、私軽くとゆっくりの言葉分からない。だから、まあ、でも打つ分かる。例えば正面打つ、あ、打つ、だから私思い切りでもう打ってに来る先生がバーンで入り見つき、アホとか、なんだ弱かったかな、で2回目もっと強く打つ、バーンでまたバカだ、なんだもっと早くやらないと、まあ、あの繰り返しばかりですね。でも少しずつ、まあ、このままだともう無理だと思ってた、まあ、もうちょっと落ち着いて、まあ、集中してあの、まあ、道場の雰囲気、安藤先生の、まあ、声の大きさとか、うん、安藤先生の、まあ、声のトーンとかもちろん目線とか、うん、その前安藤先生の重心の位置とか、うん、まあ、いろいろもう集中しながら、まあ、気合わせようとしましたね、まあ、あの2年3年は、まあ、大変でしたけど、まあ、多分あのおかげで少しIQ の、まあ、ことをちょっと勉強できましたかな。独立しようと思ったきっかけは何だったんですか。
やはりやっぱりちょっと手いっぱいですね。あともう39歳も40近くになってきました、うん、子供たちが大きくなってる、まあ、もう運動会とかいろいろなんかもうあったから、もうちょっとバランスを取らないといけないと思ってた、うん、まあ、家族とアイキルで、まあ、両方できるような形でちょっと安藤先生と相談しました。で独立をした、はい、で独立して、はい、今何年目でしたっけ。今もう9年目9年目は早いですね、うん、どうですか独立して。独立して一番大変なことは何ですか。いや大変、もう全部もう楽しいですね。楽しい、まあ、うん、大変なこともあるけど、もう全部もう楽しいです。もう幸せですね、うん、前向きですね。奥さんどんな方ですか。いやもういい方ですね。もう今近くで来てると思いますけど、はい、まあいろいろ手伝ってますね、はい、だからもちろん私も日本語得意でもない、漢字も全然わからないから、そのジムのこととかいろいろ、まあ、奥さんやらせてます、ね、はい、子どもたちに対してはどんな思いでジムさんは指導をしてるんですか。はい、まあ、特に子どもにとっては、まあ、ワーズより、まあ、日常生活に使えるのものですね、うんうん、だから、まあ、相手の目を見て話すこととか、大きな声を、まあ、話すとか挨拶すること、うん、まあ、もちろん姿勢、うん、あと、まあ、気を使おう、ね、うん、気を使おう、うん、まあ、もちろん楽しく稽古もやってるけど厳しい面もあります、うん、その、まあ、しつけとか礼儀作法とか、うん、まあ、一応、まあ、頑張ってます。白で頑張ってます。礼儀作法は結構厳しくやってますよね、うん、きっちりとね。まあ、私はもうちょっと厳しくした方がいいまだ感じがありますけど、おう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 、まあ、一応、まあ、そのつもりでやってます、うんうん、他に何か心がけてることってあります。うん、まあ、子供も大人もそうけど、もうちょっと、まあ、言われたことだけではなく、うん、まあ、最初それ、まあ、大事ですけど、少しずつ、まあ、ちょっと自分で、まあ、考え力、自信を持って、うん、まあ、自分のカラとかオーラとか、うん、まあ、出すようにちょっと、まあ、指導してます。例えば、うん、どんな風にその自分のカラーを出すためにどういう風に教えてるんですか。うん、まあ、一つは会話ですね、まあ、うん、会員と会話で何やりたいとか、うん、何が好き何嫌いとか、うん、もう話してますね、うんうん、あと、まあ、なんで好きじゃないとか、なんで好きとか、うん、いろいろ、まあ、まあ、まず私知りたいです、うん、それ分かればもうちょっとあの一人一人の会員ともうコネクションができると思ってます、うん、そのコネクション分かったらあの人のタイプに合わせての指導を、まあ、やってます、うん、自分で考えさせるっていうことに関しては、うん、何かこう特別なアプローチの仕方とかあるんですか。いや、まあ、今メルカンの、まあ、まあ、今少年部の部長もいます、うん、副部長もいます、うん、なんかみんなチームワークで、まあ、まあ、会員証を押す、反抗するとか、押すとか、写真出すとか、掃除の担当、まあ、それも分解してる、あとみんな、まあ、チームワークでやってますね、だからその、まあ、まあ、商談とか、高学年の子どもたちが、まあ、下のとか、入ったばっかりの初心者見て、まあ、いろいろ、まあ、誘導してる、フォローしてる、ケアしてる、面倒見てるとか。まあ、何が面白いとか何がつまらないとか、まあ、話してみてコミュニケーションをしっかり取るってことですかね、うん、そうですね、それも必要ですね。でも、もちろん子どもたちが、まあ、いや座り技やりたくない、膝痛いとか、うん、冬が寒いだから稽古やりたくないとか、うん、夏暑いだから道着なしていいですかとか、まあ、子どもがすぐその見たいこと言うけど、うん、まあ、そのバランスを取るが大事ですね、うん、一応一見聞くけど、うん、まあ、例えば暑いの蒸し暑いの日で、まあ、自由技長くしないとか、うん、でも内容はまあ変更できません、うんうん、そのまあルールがルール、この私たちやってるのは合気道のコンテンツはまあ変更できません、うんうん、ここは自分で考えないよっていうような教え方もしてますよね、うん、はい、それはやはり自発的に動かそうという感じでジムさんが指導してるっていうことにつながりますか、うん、そうですね、まあ、まあ、合気道は結構、まあ、他のスポーツとか、うん、多分武道にもちょっと、まあ、あまり自信ないの子が結構集まるんです、ね、うん、だから、みんなよく、まあ、自分で考えない誰で隣の人見て、うん、何してるの子が多いですね、うん、だからそれは、まあ、乗り越えるために、うん、まあ、失敗してもいいけど、うん、
少しずつね自分で考えて、うん、まあ、もうちょっと、まあ、自分を信じて、うん、自信を持って、まあ、行動する。今後なんですけれども、はい、どういうふうな合気道を作っていきたいですか。まあ、これ、うん、いい質問ですね。けど、まあ、今、まあ、海外と日本の合気道もいろいろ違いありますね、うん、海外のは、まあ、結構、まあ、武道の道、人の道よりその自分を高めるより、うん、あの武がねその本当に、まあ、使えるか、うんうんうん、一つと、まあ、海外でみんな飽きるのは早い、なんかすぐなんか面白いものに見せないといけない、うん、しなければすぐ飽きるやめちゃうから、みんな結構クリエイティブで、ね、うん、海外でね、あとみんないろいろやってる。それもまあ、いい面もある悪い面もある、まあ、長く続けば、まあ、同じかもしれないけど、もし、うん、5年だけでやめちゃう、多分ちょっと半端で終わるから、うん、逆に日本でみんな丁寧にしっかり基本のことやってる、それまあいいベースと思ってます、うんうん、けどこれだけ言われたことしかできない、まあ、限界があります。だから少しずつ子供だけではなく大人ももうちょっとさっき言ったけど考え力がもうちょっと出してもらいたいですね。その、まあ、海外の指導法と、まあ、海外の考え方と日本の、まあまあ、合気道の精神とかそのいい組み合わせして、まあ、これから、まあ、アメリカの中だけではなく海外にもちょっと広げて、まあ、いきたいと思ってます。海外の考え方ってどんな考えなんですか。いやまあ多分まあ国による道場先生会による、うん、まあ、文化が違うだからいろいろありますけど、うん、まあ、さっき言いました、まあ、そのまあ礼儀作法より、まあ、本当に実践で使える自分とか家族を守れるかどうかがまあ大事ですね。それは日本よりも海外の方が顕著、うん、と感じてますね。お、日本はどうですか。まあ、日本も、まあ、もちろん最近格闘技とかいろいろも人気も出てるから、うんうん、あの考え方の方も結構いますけど、基本的にみんな多分もう合気道のイメージも分かってるからあんまり来ないですね。まあ、その実践で使えるっていう意味では来ない、まあ、勝負がないとか試合もないの武道で、まあ、みんなあのタイプは多分合気道もう最初から残念けどそこまで興味ない。合気道いろいろまあいい良さある、もうちょっとまあみんな一応体験してもらいたいですね。お、日本人はその実践よりも精神的なものを求めてくる方が多いんですか。うん、僕たちもそう思ってます、はい、あ、だからうまく融合できたらいいですね。そうですね、それも素晴らしいバランスでね、うん、両方がもうできたらすごいと思います。そのバランスを取れるような合気道をジムさんはこう目指していくってことですか。そうですね、それは、まあ、私のミッションですね。一応このラッキーのポジションに、まあ、皆さんのおかげでもうできてるから、うん、まあ、できるだけ、まあ、まあ、役に立つかどうか、でももし教えることがあればとかできることがあればもうちょっとまあ返したいですね、うんうん、ぜひ頑張ってください、はい、応援してます。どうもありがとうございました、はいはい、今日はありがとうございましたということです。これがねジムさんのお人柄ということになりますよね。すごく実直な感じがしますでしょ。で物腰柔らかいしね、すごく気配りができる人ですよ。で、私が行きましたでしょ、取材しに行ったんですが、本当にね、私に対する気配りもさることながら、それぞれのそのお弟子さんたちに対する気配りもしっかりやってるんですよ。厳しいところは厳しいですよ。厳しいところは厳しいんだけど、柔らかな雰囲気を持ってるし、オンとオフちゃんと使い分けてるような気がしますよね。それがね、彼の魅力なんじゃないかなというふうに思いました。ぜひもう私推薦しますから、ジムさんの道場にね足を運んでいただきたいなと思ってます。今回はジムダーツさん、この方の人柄ということでインタビューをお届けいたしました。このあたりで頑張れよ、元気ですか。元気があれば何でもできる、元気があれば発信もできます。実況アナウンサー萩野貴彦です。よろしくお願いいたします。バカさん。Ha ha ha.